チャオ、あっちゃんです。今日10月の、6日、なんか外で言うてんな、あれ言わなかった。今日10月6日日曜日、あっちゃんの休日お昼ご飯は、はい、何でしょうか。超手抜きお弁当、スーパー森川お弁当、380円税込みです。はい、消費税どうでしたのに値段が一緒という、はい、まあ多分軽減税率入ってるのかな、今ね、分からへんねんけど、まあそういうところでございます。はい、380円税込みのお弁当、もう全部ね日替わり弁当、中身も全部違うというね、あっちゃんのちょっと魚系のフライが、もうね、あの4つしか残ってなかったね。で、唐揚げが1個しかなかった。唐揚げとかエビフライとか1個しかなかった。もう一つはなんかコロッケみたいなのが入ったのがあって、それが今量食べてる。その日は唐揚げとかエビフライを食べてね。あっちゃんはそれを食べております。380円かけ3です。いやー、手抜き手抜き。休日は手抜きです。休日手抜きで動画も少なかったでしょ。日曜日、6日は朝ごはん、昼ごはん、晩ごはんぐらいしかなかったんちょうだかな。まだあの朝ごはん、昼ごはんしかあげてません。晩ごはんまだあげてません。そういうことです。いただきます。あ、でもね、朝から e スポーツの国体やってて見逃してで、アーカイブで見てもいいんだけど、で、まあね、バイクのレースもやっとって、オートスポーツちゃうわ。オートポリス、ドアスでした。大分かな、オートポリスでバイクレースやっとって、それじゃ見とってんけど終わってしまって、今ちょうどね、UBI ソフトの東京 UBI デイ2019年東京っていうのがイベントあって、それのライブやってんねんね。それ今つけてんねんけど、ファークライフォーとかディビジョン2とかの、ね、いろんなやってる、こう人が作ったお弁当食べるといいね。もう自分の作ったのばっかり食べたらね、たまにこういうの食べたくなるね。結構盛りだくさんね、歯磨き、これ結構なさいじゃん、お茶入れてきてよ、お茶入れてきてよ、水入れてきてよ、お茶入れてきてよ、俺お茶入れてくるから水入れてきて一人入れてきてよ、いつも入れてあげてるやん、いつもご飯入れてんのに、お茶ぐらい入れてきてよ、いつもご飯感じるんだよ、あ、魚逃げた、サバが逃げた、ギがいいね、重油のせいで傾いた、あっちゃんの経営みたいな、切り干し大根が美味しそう、美味しいね、なんかね、こうおばあちゃんのお弁当みたいな感じ、おばあちゃん家とか行ったら切り干し大根が出てきて好き、何かしらね、うちの子供も切り干し大根好き、またしたろ、久しぶりに赤ウインナーや、自分で凍って食べることめったないから懐かしい、懐かしい、しょっぽい味です、しょっぽい味って言うわけで、ほんましょっぽい味っていうのが一番当てはまってる気がするんだけど、見捨てるわけじゃない、なんかこういうほっこりするやろ、田舎のスーパーの弁当って変にほっこりしない、変にこうなんか今時じゃないっていうの、あのカッコつけたお弁当とかじゃなく、ほんまに昔の、ね、個人のスーパーの
を一生懸命頑張って作ったお弁当って感じで、好きやねスーパーモリカの弁当昔種類ちゃんね、値段に差があった、高いのとか安いのとかあってんけど、今1リットル3パチになってるような気がするな。ソースをかけよう、ソース入れもね、昔ながらのソース入れ。これはね、アジフライかな、魚フライっぽいね、こた形ね。アジフライ。アジフライにサバの塩焼きみたいな。これはね、カレーコロッケか。っぽいな。うん、カレーコロッケ。カレーコロッケ食べる？カレーコロッケじゃん。これカレーコロッケ美味しかったよ。チキチキボンや、懐かしいな。チキチキボン食べる。美味しいで。な。いいね、こういうね、手抜き、ゆるくね、過ごすのもいいと思う。普段あっちゃん頑張ってるやんか。頑張っとらへんけど、かかりそうやな。ね、毎日ご飯作ってたら、週に1回、2回は誰かが作ったもん食べたいね。うん、月から金曜まではまっちゃんが家事 100% してもいいから、土日は誰かしてくれへんかな。みんなパートナーさんが欲しい気もするでもない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 ねんけどね。秋になるとね、寂しくなるのよ。なんだろうこれ、なんかようわからん煮物みたいな。なんだこれ、揚げの中に鶏肉の中にほうれん草とか人参とか煮たやつ巻かれてんの。変わったもんや、こう美味しいな。なんかすごいほっこりする、うん、おばあちゃんの晩ご飯みたいな。おばあちゃんって、おばあちゃんちの漫画みたい。美味しい。あのね、スーパーモリカのお弁当は懐かしい気持ちになるね。うちのお母ちゃんとかもね、やっぱりあっちゃんに、私今で言うともうおばあちゃんの年やけど、その人たちの年代の人が作ってた。ハイカラじゃない家庭料理って感じ。うん、これみたいな、アジフライみたいにハイカラなものも入ってる。うん、いいね。キープしたい今週は。
何やろ。うん、美味しいわ。うん、おいしいね。たまにね、あの、ほんとね、経済的にしんどかったりいろいろあった時ね、はい、一生懸命節約しないといけんから、外食なんかできへんかった、外食なんかお弁当買ったりとか、できるだけ安く、ほんまにどないか一食安くあげよう思って頑張ってみて、頑張ってきてんだけど、毎日毎日自分で作って自分で食べて、の頃なんか料理下手くそやったから、味なんてもんはもうめちゃくちゃ美味しくもなく、美味しい時もあったり、そんな時期があってね、絶対美味しくなるやろ、出たら安く美味しいもん食べられるやろってずっとやってきて、ある程度美味しいもんが作れるようになってきた。でも一生懸命ね、自分で作って、子供に食べさせてしてたらね、誰かが作ったもんが食べたいなって思うようになってきて、そんな泣き言言われへんやん、だから誰にも言われへんかって、そこそこ一人でやってた。やっぱ見てくれてる人は見てくれてて、スーパー森川のパートのおばちゃんとかね、知っとるおばちゃんがあって、おばちゃん買いに行ったら、その頃はねガソリン代もやし、あんまり外で買い物行ってなかったよ、おばちゃんが、あっちゃんいつも買い物来て、いつも作ってんのって、そうやねん言って、偉いな、あたちゃん毎日作っとんのかって、みきちゃん亡くなって大変やなって言ってくれて、見てくれてる人がいてんねんなと思ったら嬉しくなってね、スーパー森田で涙流してそんな頃もあった。で今はねちょっと余裕できてきて、こうやってお昼贅沢、贅沢っていうか外食、あのお弁当、誰かが作ったもの食べられるっていうの、これがね、一食1万2万の高級なねものを食べるんじゃなく、懐をね溶断しながら数百円のもんでもいいね、自分が厨房に立たずに何かこう食べられるっていう、誰かが作ってくれるっていう優しさが欲しい。それだけ心がね、やっぱりお友達がおって一緒に食べに行こうかってさせてくれたり、ね、一緒になんかしようかとか言ってるけど、こんな話ほんま言ったらあかんのかもわからんけど、やっぱり 100% 甘えることなんてできへん。どうしてもどこかで遠慮が出たり、どこかでこうあと一線をね、誰にも踏み入れてほしくない領域があったりするから、そこが開けられたらもっと楽に生きられるんやろなって思うんだけどね、あっちゃんのその心の開いて、その一線を越えてきたのはみきちゃん一人だけやからね、だからね、もう一生心は開けへんのかなって思ったりもすんねん。だからこそこう障害のパートナーってすごい大事やなって思う、今みきちゃんのね呪縛にとらわれてるわけじゃないねんけど、
ったなうちね寂しいねっていう時もあるよ秋は特にね、うん、まあでも今日はね今日もね今週もね手抜きの休日を一日昨日は頑張ってねカップ麺作ったけどまあ昨日も手抜きやけどねまあ土日は2日手抜き晩ご飯はちゃんとまあ手抜きしながら舞台炒めだけど、まあ、そんなんでね何らかしらこう手を抜けるっていうのがあっちゃんの今のひとときの休日っていうのかなそれすることでねすっごいことね気分に余裕ができてきて YouTube のモチベーションもね落とさず頑張れるようになっただからまたね手抜きの週末を迎えてそんなんの繰り返しで楽しくやっていきたいと思います。で、今週はちょっとね、今のところ予定は11日の金曜日、ちょっと出かけんねんけど、それ以外は空いてるんやけども、7日、月曜日に多分海鮮市行くでしょう。で、10日のプトロ箱市行こうか持っとってんけど、11日出かけるから、10日買ってきたら11日食べることできへんから、まあ10日の昼食べて、夜食べて、まあ 5尾ぐらい入ったセット買おうかな。タッターンとさばいて。なんか、焼き物とかすんねやったらね、10日の日にバンバンバンとさばいといて、バターだけ出して、で、キッチンペーパーにくるくるって巻いてね。で、熟成しといたら、まあね、4、5日食べられる。1週間ぐらい、もっと食べられるかなぐらいいけるんで、まあそうやって翌週まで、11日の夜はないな。12、13、14、手抜きするか、12、13、14頑張るか。まあそのあたりちょっと、まあね、もし魚あったら煮つけても焼いてもええし、まあそんなん考えたりね。だから10日の、トロ箱市はちょっと考えてんだけどね、7日の海鮮は行こうと思ってね。で、もうそろそろね、10日過ぎたらね、和歌山解禁やね。昼一に変わんね、体育の日を過ぎたらって言ったから、14日か。だから14日過ぎるから、3週目ぐらいから空いてくるから。だからもしかしたら18か25あたりに、和歌山、雑賀崎行くかもわかんない。金曜日が一番楽やね。翌日お弁当ないしね。だから結構疲れても帰ってきて、行ける。そんからライブごめんなさいするかもわからんし、そうか、ライブも、こう、行ってきたよみたいなライブするかもわからへんしね。そんなこんなでね、またね、この秋から雑賀崎復活するんでね、和歌山の人よかったら雑賀崎でお会いしましょう。はい。で、あと、日曜朝一、田尻湖。これ、いつか行きたいな思ってんねん。日曜日の朝やねん。今日やな。やねんけど、またね、もうちょっと涼しになってから方がいい。まだやっぱ暑い。雑賀崎行きたいなと思って。もちろん雑賀崎だけじゃなくね、いろんな市場行きたいねんけどね、なかなかやっぱり海なし県から行くの遠いしね、高速代使うの、高速代意外と高いねん。だからちょっと遠回りやねんけど、京南は通って、京南はもう無料でね、和歌山まで行ってるんで、京南はで岩でやったっけな、どっかから下道行ってね、田尻抜けるっていうのもありやと思うんでね、まあ、そういうルートで行きたいと思ってます。はい、ということで、まだね、その動画の再生数でね、ガソリン代まで出るほどあっちゃんはないんでね、きっちりそこは再三考えてやらんとあかんのでまあそんなこんなでね、まあ10月はね、ちょっとお出かけ習慣にしたいねんけどもね、明日だから月曜日ね、まあいっこと言ったら朝から出かけて、昼どこかで食べて、で海鮮市行って帰ってくるっていうパターン使おうかなと思ったりもしてんねん。さあ、まだ決まってないからね。決まってたら告知して、もし来れる人ったら来てね、みたいな。レンタルあっちゃん逆企画みたいなね。これもやろう思ってね。レンタルあっちゃんじゃなくね、あっちゃんお出かけ告知企画みたいなのもやろう思って。で、いつどこ行くって、ある程度ね、100% じゃないんだけどね、ある程度こう公表して。で、もしその視聴者さんがね、あっちゃんに会いたいよと思う人が来てくれたらと思うんでね。まあ、そんな感じでね、あっちゃんの行動をある程度、こう、ね、表に表面化していくと、ね、あんまりやりすぎるとね、またそこのお店に迷惑かけたらあかんからね。だから、まあ、その辺はね、また青みたいにね、そのお店に迷惑かける人も出てくるからね、そんなんならんようにね、ちゃんと、そのあたりは許可も取って、きっちりしていってやっていかんとなと思ってんだけどね。はい。ということで、今日のあっちゃんの、お昼
昼ご飯、スーパー森川のお弁当を食べてほっこりした休日です。今日もね、あと半日でもうあっちゃんの休日終わんねんけどもね、今日もなんかいろいろしていきたいと思います。ではまたね、この後 CS 出してダラダラします。今日のあっちゃんのお昼ご飯、スーパー森川380円手作りお弁当、よかったよと思ったら高評価を、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。